はいどうもお茶です。最近パーシバル使いが増えてきた気がするので、この動画ではパーシバルの中でも特に強い置き攻めを紹介していきたいと思います。結構有名なので知ってる人も多いと思いますが、持続マハトっていう置き攻めと持続マハトと同じぐらい有利フレームが取れるサギ飛びがあって、それがめちゃくちゃ強いです。パーシバルにはこの駒投げがありますよね。普通はマハトをガードさせた後に出しても勝てないんですよ、こんな感じで。でも持続マハトをすることによって6フレーム以上の暴れに対して駒投げで勝つことができます。このゲーム最速が5フレームのコパンとかなんですけど、持ってるキャラが限られてます。5フレームがないキャラ、例えば、ファスティバとかフェリですね。で編集で最速6フレームのキャラをまとめておきますので、抜けてたり間違ってたりしたらごめんなさい。一応ちゃんと調べます。話戻るんですけど、こいつらは最速が6フレームなんですよね。つまりこいつらは駒投げに対して何のボタンを押しても勝てないんです。こんな感じですね。さっきは負けてたんですけど今勝ってますよね。こんな感じで持続マハトをすると6フレーム以上の暴れに対しても駒投げで勝てるって感じなんですよ。で駒投げを抜ける方法はいくつかあるんですけど、抜けてくるなと思った場合の勝てる選択肢の話もしていこうと思います。はい。で、6フレームキャラの場合は駒投げを抜ける方法は無敵技かジャンプになるんですけど、無敵技の場合は読んでガードするしかないですね。上を見ながら後ろ歩きとかが強いかもしれませんね。投げも透かせるし、飛んだら対空、無敵技なら確定反撃みたいな感じでいろいろ対応できるので、もちろん下段暴れには負けますけど、こっちが有利フレームで下段暴れをしてくる人はなかなかいないと思うので、もししてきたら相手を褒めましょう。でもファスティバみたいなキャラはゲージがないと無敵技がないので、ファスティバ相手とか、あとは例えばまあ相手の無敵技がクールタイムで使えないとか、そういう場面だと相手からしたら本当に地獄のような置き攻めになってますね。で次はジャンプなんですけど、ジャンプはタッチで勝てます。やってみましょうか。こんな感じで相手がジャンプをしてきた場合はタッチで、暴れもタッチで枯れるんですよ。でカウンターになるのでタッチータッチーみたいなのがつながるんですよね。でもしこれでタッチーで暴れを潰せたら、こんな感じでタッチータッチーがつながるのですごい大変なことになります。で多分タッチーが一番安定行動なんですかね。タッチーを出しても相手が素直にガードしてたよって時はこんな感じで強波動につなげると暴れ潰しと攻め系とかになって強いと思います。で基本的にこんな感じの読み合いになってます。でも今言ったのが全てじゃなくて、持続マハトの後ってコパンがレンガになってるぐらい有利フレームがあるので本当にいろいろできるんですよ。マジで強いです。で相手が最速6フレームじゃなくても、5フレーム持ちのキャラでも使えるぐらい強いと自分は思ってるので、ぜひこれを使って、ランクを上げてってください。ではセットプレイの方いきます。
どけ、自然に燃える炎の刃よ。はい、ということで自分が知ってるのは以上になります。多分現状これが出てるレシピだと全てだと思うんですけど、まだ何かあったらコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。安定させるのはね結構難しいんですけど、安定さえさせちゃえば本当に強い連携だと思うんで、しっかりと状況に応じて使い分けていけば勝率アップ間違いなしです。まだ自分も安定そんなにできてないので、お互い頑張りましょう。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで失礼します。